はい、皆さんこんにちは。金子レディースクリニック厨房の原田です。本日なんですけども、冷凍のフライドポット、皆さんご家庭で調理されると思うんですけど、その冷凍のフライドポットをですね、めちゃくちゃカリッとさせてワンランクアップのフライドポテトにする方法を今回はご紹介します。まあ、使うポテトはですね、スーパーとか業務スーパーで売ってるこういう普通のもう普通のポテトで大丈夫です。これはあるポイントを押さえるだけですっごい美味しいポテトに変身しますので、ぜひ今回覚えてみてください。それでは調理の方早速スタートしたいと思います。鍋に油を張ったらまず火をつけます。これつけたら、弱火にします。火を弱火にで、油が温まった後に皆さん多分このポテトを入れると思うんですけど、もうこの段階でポテト入れちゃいます。今日は 300g です。で、この状態で、20分ほど放置していきます。はい、こんな感じで20分が経ちました。20分経つとこんな感じになります。さあ、ここで一気に火力を強火にしていきます。これであとは色が、いい感じの色がつくまで揚げれば、完成です。まあ、油の温度が低い状態から入れるので跳ねる心配もないし、この揚げ方すごいおすすめです。美味しいのでぜひやってみてください。で、このままちょっと完成まで、一気に揚げていきます。はい、いい感じの色になったのでこれを揚げていきます。めちゃくちゃカリカリしてます。この時点でもう触れば分かります。はい、で、油しっかり切ったら、味をつけていきます。はい、で、味付けをしたので、これを持ってお皿に持って完成です。今日はもうシンプルに塩と、パセリ缶を振ってみました。これが意外とシンプルでかなり美味しいかなと思いますので、はい、いかがだったでしょうか。今回は冷凍ポテトの揚げ方を、ご紹介いたしました。次回もまた、何か美味しい料理がありましたらそちらの方を紹介させていただきますので、ぜひ次回もお楽しみにしててください。